ありがとうございます。なんかあっという間で信じられません。でも最後皆さんがスタンディングオベーションしてくださったので本当に嬉しく思います。そうですね、会場に入った瞬間にやるぞという気持ちが湧いてきました。で本当にスタンディングオベーションしてくださったのでアウェイとかそんな関係ないと思うので自分の肩を打つことだけをしっかり考えてやりました。すごく嬉しかったんですがそれに戸惑うことなく自分の肩をするっていうので心を落ち着けてました。すごい嬉しいの一言で本当に世界が一致した感じで自分の肩によって世界が一つになったっていう気持ちなので本当に嬉しいです。本当に2年前のことを思い出しましたし本当に信じられないの一言だったんですが本当に日本の女子方の金メダルを取り返すことができて本当に嬉しいです。初めて持ったんですがすごく重いですしただの重さではなくて今まで頑張ってきた思いが詰まっている重さだと思います。本当に日本中の皆さんが応援してくださってまた世界中の皆さんからも応援してくださって本当に自分は幸せだなと思いますのでこの金メダルを、大切にしてまた自分の心を強くしてまた頑張りたいと思います。